こんにちは、日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、神道無事なれば一生広しです。これは天龍寺開山無双祖籍が古今和上に送った三教院十首の一節で、元理塵あらば三回狭く、神道無事ならば一生広しに基づく語で、意味は目の中に塵があれば全世界が狭く感じられるけれども、胸中に曇りがなければ寝床ほどの場所でも広大だという意味です。神道は胸中に浮かぶさまざまな感情のこと、妄想や分別がすべて断ち切られて無下自在の境地が得られたことが表明されています。今から神道無事なれば一生広しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。